ロザリンドちゃんはアメリカ合衆国の俳優。夫は声優、俳優のサイモン・テンプルマン。カリフォルニア州アナハイムにて中国出身の両親の間に生まれる。彼女の両親はディズニーランドの向かいにある中国系アメリカ人向けのパンケーキレストランチャを S で財をなし、彼女自身も若い頃から店の手伝いをした。それからしばらくしてガーデングローブから ビラパークへ引っ越し、ロザリンドはメリーウッドにある女子学校へ通うことになったが、その学校で白人でない生徒はロザリンドだけだった。彼女の両親は彼女が俳優になりたいという夢を後押しし、彼女は5歳の時、両親と関係のあったカリフォルニア式、狂劇旅劇団に参加し、夏の間、両親は芸能の才能を伸ばすために彼女を台湾へ行かせた。 10代の頃、1972年に CBS で放送されたアンナザ・キングで、ユルブリンナー演じる主役の長女役として、俳優としての仕事をもらって以来、テレビコマーシャルへの出演や、テレビシリーズへのゲスト出演が目立った。また、1972年には CBS のヒアズ・ルーシーにも出演した。その後、俳優業を休止して、 南カリフォルニア大学コミュニケーション学部に入学、ジャーナリズムの単位を獲得した。1年後、CBS の参加であるハリウッドのラジオ局、KNX でニュースライティングの研修生を務めた後、俳優業に復帰した。復帰、アンナザ・キング出演後、プロデューサーのバート・メトカーフにより、マッシュの最後のシーズンにおける、韓国側の難民スーン・リーの役でブレイクした。 このキャラクターはシリーズフィナーレグッバイ、フェアウェルアーメンでマックスウェル・クリンガーと結婚した。また、後日談のアフターマッシュにも出演した。マッシュの後、シンスタートレックとスタートレック・ディープスペース9で日本人の傾向ブライエンを演じ、シンスタートレックでは、K8 は、スタートレック・ディープスペース9では1999年の放送までに19話出演した。 ありがとうございます。